花室川は、茨城県の南部を流れ、霞ヶ浦に注ぐと根川水系の一級河川である。つくば市玉取付近の田畑を源に発し、南南東に流れ、つくば市花園付近で流れを南東に変え、つくば市、土浦市を通り、網町の陸上自衛隊土浦駐屯地の北側で、霞ヶ浦に注ぐ。水路の橋は玉取にあるが、特に川幅が広くなるつくば市下室より下流を、 花室川と呼ぶ。昔は、筑波市花園付近に花室大池という大規模なため池があり、花、室川の水源の一つだったが、現在は埋め立てられている。1968年に完成した土浦用水によって、田畑の灌漑用の水が桜川から引き上げられ、筑波研究学園都市の元を地下水路で通って一の矢付近で放水されるため、 夏でも比較的水量が豊富である。1975年2月、花室川中流の川床で宮本明によってナウマン像ウの薄葉の化石が発見された。さらに、1977年2月には市原進によってナウマン像ウの薄葉を伴う科学骨が発見された。1984年10月には当時明景。 学園中東部の生徒により、ナウマンゾウの薄葉が発見された。その後も、ナウマンゾウや、オオツノジカなどの化石が多く発見されている。現在、これらのナウマンゾウの化石の多くは、桜歴史民族資料館や地質標本館に保存されている。また、鹿の骨なども川床で発見されている。AB 霞ヶ浦とその流域の概要と水環境に関わる。 課題 10P- 国総研資料、第299号茨城の山水花室川、迅速即図農業環境技術研究所 HP、中島綾、磯部和弘、敏光誠一、佐藤義夫、つくば室川中流域に分布する更新等最上部の大型哺乳類化石産出状況と古環境。地質調査研究報告53、 595から629、網の昔話その2、網城、2017年2月5日閲覧、花室側についての自由研究、有名じゃないけど秘密がいっぱい。花室川から、花、室川の現在の推移、ありがとうございます。